前回、起業の原点、困りごとを解決すること。ここに立ち戻った野村さん。そこで創始された新事業、会社、経営者の代わりに社員の悩み、不安、本音を引き出す社員面談代行サービス。そして今回、東京創業ステーションでの3回目のメンター面談に臨む野村さん。果たして彼のアイディアの行方は。現在同時並行で様々なタスクをこなしている野村さん。新事業、社員面談代行サービス。この深掘りに入る前に、彼は一旦自分の現在の状況をホワイトボードに書き出し、頭の整理を行った。多くのタスクを抱え、次のステップがわからなくなってしまっている皆さん、一旦自分の現状を書き出して整理してみてください。頭がクリアになり、次のステップが見えてきます。3回目の東京創業ステーションでのメンター面談に臨んだ野村さん。社員面談代行サービスの評価を見ていきましょう。現代が抱える悩みを的確に捉えていて、良いアイデアだと思います。直接経営者に社員の本音を訴える、これはシンプルですがとても大事なことです。ポイントは本音ですね。また抽出された本音を解決するために、野村さんの知識と経験を生かした経営コンサルティングも求められるでしょう。ものすごく濃い話を親身になって相談員の方にいただいたんで、はい、すごく前が見える感じにはしたんですけど、やはり、あれですね、いろんな肉付けもっともっとしなきゃいけないんだなっていう反省と、未来への期待です。ありがとうございます。ついにメンターをうなずかせることに成功した野村さん。彼の足はすでに次の段階へと踏み出していた。社員面談代行サービスの深掘りが始まった。キーポイントとなるのは本音。なぜこの本音が重要なのかを伝えるため、野村さんは再びホワイトボードに向かった。そもそも社員が辞める原因とは何なのか、全てに対してなぜを繰り返し問い続けた。表面的な問題の背後にある根本原因、これを探り当てる。これこそが真の解決策を見つけるための第一歩だ。そしてサービスメニューを作成する前に、顧客である経営者への質問を模索した。彼らがこのサービスを受けたいと感じさせるキーワードを探し求めた。時には悩みながらも、一つ一つ丁寧に自らの頭で考え続けた。彼の新たな事業は新たな命を育むように、少しずつ形を成していく。次回、新たな事業に成功に導くため深掘りを続ける野村さん。労働人口を減り続ける今の日本で、多くの中小企業が悩む社員の定着率。果たして野村さんは中小企業の希望となれるのか。